鎖国。鎖国とは、江戸幕府が、キリスト教国、スペインとポルトガルの人の来航、及び、日本人の東南アジア方面への出入国を禁止し、貿易を管理、統制、制限した対外政策であり、並びに、そこから生まれた、日本の孤立状態及び、日本を中心とした、経済圏を指す。幕末に、開国を主導した、井伊直弼は、鎖国のことを、 平広行き語法とも呼んでおり、牢場と同じようなものだとみなしていた。対外関係は、朝鮮王朝、朝鮮国及び琉球王国との通信、正規の外交、中国、明朝と新朝及びオランダ、オランダ東インド会社との間の通商関係に限定されていた。鎖国というと、オランダとの貿易が取り上げられるが、実際には、 幕府が認めていたオランダとの貿易額は中国の半分であった。一般的には1639年、官営16年の南蛮、ポルトガル船入港禁止から1854年、華営7年の日米は新条約締結までの期間を鎖国と呼ぶ。しかし、鎖国という用語が広く使われるようになったのは明治以降で、近年では制度としての 鎖国はなかったとする見方が主流である。なお海外との交流、貿易を制限する政策は、江戸時代の日本だけに見られた政策ではなく、同時代の東北アジア諸国でも解禁政策が取られていた。鎖国という語は、江戸時代の乱学者である、静木忠夫、七百六十年から1八百六年が、1八百一年成立の鎖国論、写本において、 初めて使用した。1690年から1692年にかけて来日したドイツ人医師エンゲルベルト・ケンペルが帰郷後にアジア諸国に関する体系的な著作、開国期間の中で日本についても論じ、死後、日本史、1727年間が編集され、英訳出版された。そのオランダ語、第2版、1733年間中の 完末付録の最終章にあたる日本国において自国人の出国、外国人の入国を禁じ、またこの国の世界諸国との交通を禁止するに極めて当然なる理という論文を1800年頃に長崎の元オランダ稽古通詞であった静木忠夫が訳出した。その際、あまりに論文の題名が長いことから翻訳本文中の適当な語を探し、鎖国論と題した。 この、鎖国は、その際に心臓された語だが、本は出版されず、写本として一部に伝わっただけで、鎖国という語も広まらなかった。なお、国学者の平田篤種が、鎖国論を入手して、古道単位などの著作に引用されたこと、幕末に、黒沢沖縄路が、鎖国論を、偉人教不伝に解題して、自らの上位論を示した、国偉人教不伝。 論1850を加える形で刊行されるなど、鎖国論そのものの社会に対する影響は小さくなかったとする見方もある。実際に、鎖国という語が、幕閣の間で初めて使われたのは1853年で、本格的に定着していくのは1858年以降とされている。さらに一般に普及していったのは、明治時代以降である。がって、いわゆる、 鎖国クとは、後世の研究者による工学上の名称で、実際にそのような名称の禁令が江戸時代に発せられていたわけではない。欧米では、日本の外交政策については、メルビルの白芸1851でダブルボールデッド、当時の玄関ドアなどの上下にそれぞれ取り付けられた様式で、天地スライド上を占めているラクトジャパン。 鍵のかけられた日本との言及があるように、鎖国として認識されていた。鎖国体制は、第二大将軍、秀忠の治世に始まり、第三大将軍、家光の治世に完成した。鎖国政策の下、外国に向けて開けられた四つの窓口を、現代になってから、四口と呼ぶことがある。四口という、語は1980年頃に、荒野安則が使い始めた。 鎖国実施以前から、幕府は貿易の管理を試みていた。1604年には、糸ワップ制度を導入し、ギートの価格統制を行った。糸ワップは1655年に廃止され、長崎では、相対売買主方による一種の自由貿易、認められて、貿易量は増大したが、1672年に貨物司法を制定して、金銀流出の抑制を図り、 さらに1685年には、抵抗貿易法により、金、銀による貿易決済の年間取引額を、新国船は年間銀6000目、オランダ船は年間銀3000目に限定した。後に、これを超える積み荷については、同、俵物、書式との物々交換による決済、白物替えを条件に交易を許すようになった、1715年の 開発後指針例により白物替えが原則とされた。また、ただし高は1742年と1790年の2回に、渡り、引き下げられたため、白物替えによる交易が中心となっていった。いわゆる、鎖国政策は、徳川幕府の法令の中では徹底された部類では、あったが、特例として認められていた正木藩、津島藩や薩摩藩では、 徳川幕府の許容以上の額を密貿易、抜けにとしてこう、それ以外の領内を対応に接する諸藩も、密貿易をたびたび言っていた。これに対して、荒井白石や徳川吉宗ら歴代の幕府首脳は、こうした動きに、たびたび禁令を発して、取り締まりを強めてきたが、財政難に悩む諸藩による、密貿易は続けられていた。中には、岩見浜田藩のように、 半ぐるみで密貿易に関わった上に、自販の船団を仕立てて、東南アジアにまで派遣していた例もあった、竹島事件。鎖国中も幕府は、当選風雪書やオランダ風雪書を通じて、海外の情報を受信していた。1840年のアヘン戦争発生をきっかけに、オランダのバタビア政庁は、イギリス系新聞をもとにした別団風雪書、毎年提出するようになった。 別段風雪書では、ジェームズ・ビドルや、マシュー・ペリーの来航予告のほか、海底ケーブル敷設といった情報も伝えていた。18世紀後半から19世紀中頃にかけて、ロシア帝国、イギリス、フランス、アメリカ合衆国などの艦船が日本に来航し、交渉を行ったが、その多くは拒否された。しかし、1853年7月8日には、裏返。 アメリカのマシューペリー率いる黒船が来航し、翌1854年3月31日には、日米和親条約が締結され、ついに、開国に至った。その後、日米修好通商条約、1858年をはじめとする不平等条約が続々と締結され、鎖国は崩壊したのである。なお、学問や商業目的の海外渡航が、 解禁されたのは1866年5月21日、慶応2年4月7日のことであった。また、外国人の居住が自由になるのは、正式には、内地雑居が認められる1899年、明治32年7月16日である。当初の鎖国の主目的であった、キリスト教の禁止は、日米修好通商条約において、居留地における、 教会建設と居留アメリカ人の心境の自由が認められたが、明治政府もしばらくは近況政策を続けており、日本人に対する近況が解かれたのは1873年、明治6年であった。開国後、オランダのバタビア成長期関紙、ヤパシェクーラントが、要所調べ書で省略され、看板、バタヒア新聞や、看板海外新聞として、一般、 不定期に販売された。やがてアメリカの新聞をソースとする看板海外新聞列集が出回った。これは南北戦争の様子を差し絵付きで伝えた。明朝中国は解禁政策を取っていたが、看護貿易により日民間の貿易は行われていた。しかし、1549年、火星28年を最後に看護貿易が途絶えると、両国間の貿易は、 密貿易のみとなってしまった。ここに登場したのがポルトガルであった。ポルトガルはトルデシアス条約及びサラゴサ条約によってアジアへの進出、植民地化を進め、1511年にはマラッカを占領していたが、1557年にマカオに居留権を得て、中国産品、特に絹を安定的に入手できるようになった。ここからマカオを拠点として、日本、中国、 ポルトガルの三国の商品が取引されるようになった。徳川家康が政権を握ると、オランダ、イギリスに新書を送り、オランダは1609年、イギリスは1613年に、平戸に商館を設立した。しかしながら、両国とも中国に拠点を持っているわけではなく、日本に輸出するものは、あまりなかった。結果イギリスは1623年に、日本から撤退。 オランダも日本への進出は商業的というよりむしろ政治的な理由であった。なお、当時のスペインの関心はフィリピンとメキシコ間の貿易であり、1611年にセバスティアン・ビスカイノが施設としてスンプの家康を訪れたが貿易交渉は不調に終わっている。ポルトガル船が来航するようになると、ものだけではなく、キリスト教も入ってきた。 1549年のフランシスコ・ザビエルの日本来航以来、イベリア半島、スペインやポルトガルの宣教師の熱心不況によって、また戦国、大名や徳川幕府下の藩主にも、キリスト教を信奉する者が現れたため、キリスト教と当時の名称では、キリシタンの数は、九州を中心に広く拡大した。当時の権力者であった、織田信長はこれを放任。 豊臣秀吉も当初は黙認していたが、1587年にバテレンツイ法令を出し、1596年にサンイコールフェリペ号事件が発生すると、キリシタンに対する直接迫害が始まった日本26聖人殉教事件。イエスは当初貿易による利益を重視していたが、プロテスタント国家のオランダはキリスト教不教を伴わない貿易も可能と主張していたため、 家康にとって積極的に宣教師やキリスト教を保まる理由はなくなった。また、1612年の岡本第八事件をきっかけに諸大名と幕臣へのキリスト教の禁止を通達、翌1613年にキリスト教信仰の禁止が明文化された。また、国内のキリスト教との増加と団結は徳川将軍家にとっても脅威となり、 締め付けを図ることとなったと考えるのも一般的である。ただこの後も家康の対外交政策に貿易制限の意図が全くないことからこの近況令は鎖国と直結するものではないとする指摘もある。当時海外布教を積極的に行っていたキリスト教勢力はキリスト教の中でももっぱらカトリック教会であり、その動機として 宗教改革に橋を発するプロテスタント勢力の慎重によりヨーロッパ本土で旗色の悪くなっていたカトリックが海外に活路を求めざるを得なかったという背景がある。一方、通称による事実に重きを置いていたプロテスタント勢力にはそのような宗教的動機は薄く、特に当時スペインからの独立戦争、80年戦争のただ中にあったオランダは 自身が直近までカトリックのスペインによる先制的支配と宗教的迫害を受け続けたという歴史的経緯ら、カトリックに対する敵対意識がとりわけ強かったことも徳川幕府に対して協力的であった理由と言える。とは言うものの中国に拠点を持たないオランダやイギリスが直ちにポルトガルの代替にならない以上ポルトガルとの交易は続けざるを得なかった。なお、 キリスト教に関しては、単に国内で禁止するだけでなく、海外のスペイン・ポルトガルの根拠地を攻撃する計画もあった。当時オランダ商官の自責であったフランスワカロンは1637年、旧、長崎奉行、坂木原元直に対して、日蘭が同盟して、マカオ、マニラ、キールンを攻撃することを提案した。その後まもなく、長崎大館の末継持ちさだは、 小官庁のニコラス・クーケ・バッケルに対し、翌年にフィリピンを攻撃するため、オランダ艦隊による護衛を要請している。しかし、この計画は、翌年の島原の乱で立ち消えとなった。徳川幕府が鎖国に踏み切った決定的な事件は、1637年、官営14年に起こった島原の乱である。この乱により、キリスト教は、徳川幕府を揺るがす言響と考え、 新たな布教活動が今後一切行われることのないオイベリア半島勢力を排除した。ポルトガルは1636年以降デジマでのみの交易が許されていたが、1639年にポルトガルが追放されるとデジマは空き地なっていた。1641年、平戸のオランダ召喚倉庫に西暦が掘られているという些細な理由でオランダは倉庫を破却し、 平戸から出島に移ることを強制された、ポルトガルは出島用料を年額銀零貫払っていたが、オランダは五十五貫に負けさせている。また、徳川幕府に対して、不況を一切しないことを約束した。しかし、島原の乱からポルトガル追放までは2年の間がある。これはオランダがポルトガルに代わって、中国製品、特に絹と薬を入手できる保証がなかったことと、 日本の商人がポルトガル商人にかなりの金を貸しており、直ちにポルトガル人を追放すると、その回収ができなくなることが理由であった。戦国時代から江戸初期にかけて、国内各地で大量に金と銀、特に銀を算出していたため、交易においてもその潤沢な金銀を用いた。他方、江戸初期においては特に輸出するものもなく、圧倒的に輸入超過であり、 徐々に金銀が流出していった。このため、幕府は1604年に糸ワップ制度を設けて、絹の価格コントロールを試みた。17世紀も後半になると、金銀の産出量が減り、このため1685年には貿易量を制限するための抵抗貿易法が定められ管理貿易に移行した。また現代的視点では、長崎の出島、 堺をはじめとした有力公案を徳川幕府の直轄領、天領、もしくは審判、譜代大,大名領に組み入れることによって徳川幕府による管理貿易を行い収益を独占したという研究がある。しかし、幕府は藩の直接的な貿易を禁止したが、幕府自身も直接的な貿易を行っているわけではなく、また、鎖国成立当初において幕府が 長崎貿易から利潤を得ていたわけもない。貿易の管理、統制については、貿易都市、長崎及び商人を通して、間接的に行っていた。鎖国後しばらくの間オランダは、デンマークやフランスのようなプロテスタント諸国が交易を求めてきたとしても、徳川幕府がこれを拒否しないのではないか、すなわち、鎖国は不安定ではないか、と考えていた。このため、 元オランダ商館長で、対日期間が20年を超えており1667年に、フランス東インド会社の長官に就任した、フランスワカロンが、日本の通称を求めるのではないかと危惧している。また、英国戦利団号が1673年に、貿易再開を求めて来航した際には、事前に、オランダ風説書にて、英国王チャールズ2世が、ポルトガル王女、 キャサリと結婚したことを幕府に対し報告することによってオランダはその貿易再開を間接的に妨害している。ところが18世紀の中頃になるとオランダは日本人はオランダ人が言う海外情勢は何も信じるとの認識を持つに至った。すでにこの頃になると鎖国は安定し確固たるものとオランダは考えオランダ人の貿易独占権は 容易には崩れないとも考えていた。実現はしなかったものの、18世紀後半に、エゾ地開発に関連して、田沼沖次は、ロシアとの貿易を考慮しており、松平定信も、ロシアとの小規模な貿易を考えて、エゾ地に来航したアダム・ラクスマンに、心配、長崎への入港許可証を与えていた。この心配を持ったニコライ・レザノフが1804年に、長崎に来航し、 通商交渉が行われたが、幕府は最終的に通商を拒否した。海外との交流を制限する体制を、事故の基本的な外交政策とするという明確な認識、鎖国疎法官を徳川幕府自身が持ったのは、この事件をきっかけにしているという説もある。ただし、幕閣の中で、鎖国という言葉が用いられた書出は1853年と指摘されている通り、 鎖国祖法というのは、後世の研究者による工学上造語で、当時の資料では単に祖法とされている。1980年代になると、従来の鎖国概念を廃止、一連の政策は徳川幕府が中世の対外関係秩序を再編したものとする考え方が提唱された。さらに2000年代に入って、指されていなかった徳川日本を、 鎖国と呼んできた歴史を歴史化し、それを日本人のアイデンティティと密接に関係する原説として捉え、その形成史を解明する研究が登場した。また、その延長で、鎖国だけではなく、開国も建説として捉え、その形成史を追求する試みも展開されている。このような背景から、2017年2月には2020年度から使用される、 中学校の時期学習指導要領改定案から、鎖国という表現が削除され、小学校では幕府の対外政策、中学では江戸幕府の対外政策とされる予定であるとの発表があった。しかし、パブリックコメント、意見公募での批判が多かったことから、幕末の開国との関係に配慮し、鎖国などの府の対外政策といった表記がなされることとなった。なお、 海外との交流、貿易を制限する政策は、徳川日本だけに見られた政策ではなく、同時代の東北アジア諸国でも、解禁政策が取られていたこともあり、現代の歴史学においては、鎖国ではなく、東北アジア史を視野に入れてこの、解禁という用語を使う傾向が見られる。その理由としては、1、サすという語感が強すぎる、2、対欧米諸国の視点に基づきすぎている。 三否定的なイメージがあるが挙げられている。しかし、解禁自体の研究が十分ではないとの指摘もあり、従来の用語を変えることへの批判もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。